い、皆さんこんにちは、伝説のリです。さあ、2月の17日木曜日より第五人格に新たなシーズン、シーズン20がやってきます。いやー、もう少しですね。皆さん、この新シーズンに切り替わる準備はできていますでしょうか。ダイスを100個貯めておいたり、エマちゃんの耐水晶をゲットしたり、この衣装はね、もう手に入らなくなりますんで、まだゲットしていない方は急いでね、手に入れてみてください。でね、やっぱり新シーズンといったら新たなガチャだったり、この新しいランク1校でもらえる新形態品、これが楽しみな方非常に多いと思います。まあ、この新形態品についてはね、以前こちらの動画で紹介をしました。で、今回はですね、この新形態品の実際のエフェクトがなんと公開されたということで、皆さんと一緒にそちら見ていきたいと思います。いや、僕もね、これまだ確認してなくて本当に楽しみなんですよね。なんか噂だとね、めちゃくちゃすごいっていう話を聞きました。はい、ということでね、本日は最後までよかったら動画の方を見ていってください。では早速いきましょう。まずはこちらの動画をご覧ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、めちゃくちゃすごかったですね。ではね、早速解説の方をしながら見ていきたいと思います。まずはこちら、昆虫学者ですね。昆虫学者が腰につけているこの携帯品、こちらが今回の UR 携帯品となっております。こちら UR 携帯品、本の中の蝶という名前のね、携帯品です。はい、いやー、かわいいですね。そして続いてのキャラクターがこちら、ガラティアです。彫刻家、この、車椅子のね、この車輪の部分についておりますけど、この人形、可愛い人形がですね、新しい携帯品です。こちら SSR 携帯品、これアイガン物という名前の携帯品ですね。アイガンというのはね、あの可愛がるものみたいな、意味があるんで、まあ、ガラティアがね、可愛がってるものというような意味の携帯品です。さあ、このまま見ていくんですけど、3キャラクター目がそろそろ出てくるかな。あ、出てきましたね。3キャラクター目出てきました。こちら3キャラクター目が十字士の携帯品、こちら SSR 携帯品、魅力の探検という名前のね、こちら携帯品が追加されます。ということで、この3キャラクターのね、携帯品が追加されたわけですね。いや、本当にね、今流行ってるキャラクターの携帯品が追加されてるんですよ。昆虫学者しかりね、十字士しかり、まあ、カラティアもね、ずっとね、環境キャラですから。で、早速これ、昆虫学者が板乗り越えた時の、このエフェクトがね、追加されてますね。蝶々。うわー、やっぱりこの蝶々のエフェクトなんだ。うわー、かわいいね。で、ここ乗り越えた時も、この、なんていうんだろう、蜜の色っていうのかな。これも変わっております。で、呪術師。うわー、かっこいい。かっこいいな。いいな、これ。で、呪術師の携帯に、これ SSR のね、効果です。今回緑色なんだ。うわ、すごいね。いやー、おほほほ。痛そう。心臓にめっちゃ突き刺さってるけど。痛そう。で、これが UR 携帯品か。うわー、めちゃくちゃ綺麗だな。うわ、すっげえ。さすが UR 携帯品。この出た時のね、あれもやばいし。もう金色じゃないですか。もう虫が金色ですよ。うわー、しかもこの蝶々の羽がくっついてるし。これはいいね。わ、いいなぁ。なんかね、虫屋の苦手な人とか多いと思うんですけど、これだったら、なんか苦手な人いなそう。蝶々だし。あ、いいですね。そして今回、これがね、めちゃくちゃびっくりしたんですよ、僕。はい、なんと、このガラティアの SSR 携帯品、この風船モーションが変わります。いや、これやばくないですか？びっくりしちゃいましたよ。いや、すげえ、かわいい。呪術師がこの車椅子押してるよ。あははは、かわいい。いや、びっくりした。だいたいこういうね、この風船モーションが変わるエフェクトって、UR 携帯品が多いんですよね。この中で、なんと SSR 携帯品で、このクオリティですよ。
ちょっと今回当たりすぎません？いや、当たりすぎるって、空手やこれ。いや、これめっちゃ嬉しい人多いんじゃないですかね。いや、僕もね、ちょっとこれは嬉しい。いやー、しかもそうやってやるんだ。どうなってんだろう。宙に浮いてますからね。いやー、いいですねー。めっちゃ欲しいな、これ。なんなら空手や、やばいな。それとしかね、つられております。さあ、いや、美しいですねー。UR 携帯品。いやね、やっぱりなんかガラティアのこのちょっと破壊力がすごかったな。うおぉ、めっちゃ心臓に突き刺さっとる。やば、痛そう。痛そうだなぁ。呪術師ってなんかハンターの上にね、マークみたいなの出るんだけど、これはなんか、あれか。なんか緑色の竜みたいなマークがね、まあ、くっついてますね。はいはいはい。呪術師もいい感じですね。まあ、ただやっぱりちょっとガラティアの破壊力がすごかったな。いやー、はい、ということでこんな感じのね、携帯品になります。で、皆さんはお気に入りの携帯品ありましたでしょうか。いやー、楽しみすぎるなー。かわいいしなー。で、あとこの虫のやつはなんか他にもあるのかな。やっぱ UR 携帯品なんでね、もしかしたら、まあ、この動画じゃ伝わりきらないのものがあるかもしれないですね、エフェクトがね。うん、あ、いや、これか、これですね、緑色の感じがつくと。いや、手術師も本当に最近強いですからね。僕もね、ランクマッチでハンターやるときマジで苦しめられてます。それくらいきつい。いやー、ガラティアでもいいなー。はい、ここで救助、あ、救助する、あ、なんか足跡が追加されてるね。うんうんうん、はい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 。それ、これか、昆虫学者が歩くときにこの、ほら、足跡がね、追加されてます。これハンターに見えないんかな、大丈夫かな。ちょっと心配になっちゃうけど、大丈夫だよね、ハンターに見えないよね、さすがにね。めちゃくちゃ見やすい足跡になってるけど。このね、高リアリティあるあるで、ハンターに見つかりやすいっていうのがありますけどね。はい、ということで、まあ、こんな感じになります。はい、ということで、実際にここからはガラティアの方を使いながら喋っていきたいと思います。いや、本当に楽しみ。もうガラティアが楽しみすぎて、昆虫学者もね、すっごい楽しみなんですけど、やっぱりね、このハンターの風船モーション変わるっていうのは、いいですよ。うん。でもおそらくね、この風船モーション変わるシリーズは今後、まあ、全ハンターに追加されていくんじゃないかなというふうに思いますね。さすがにこんだけの頻度でね、追加されたら多分あるよね。だから皆さんの推しキャラクターのハンターもね、まあ、まあ、じっくり待っていただけたらなというところです。まあ、だけど、まあ、この携帯品シリーズって結構その、キャラクターの人気がないと追加されていかないんだよね。そう、だから人気のないハンターだと、なかなか追加されないかもしれないですね、もしかしたらね。まあ、僕みたいにバルク推しの人とかはちょっと、もしかしたら今後、まあ、何年経ってもね、ちょっと追加されない可能性とかありそう。やっぱ結局人気だからな。今回の携帯品もね、本当にね、昆虫学者、呪術師、ガラティアって感じで、もう全部環境キャラだからね、環境キャラで人気なキャラだからね。いやー、ちょっと、やっぱそこは厳しいところがあるよな。さあ、極下種のダウンがうまく取りました。いや、素晴らしいね。今ちょっと危なかったんですよ、本当に。危なかった。いや、うわ、遅いわー。で、これ持ち上げるとき、背中にくっつくんでしょ？本当に車椅子押してるみたいだから、めちゃくちゃ可愛いのよね。さあ、ここちょっと、適度投げたい。うまく投げれるかな？若干ちょっとずれちゃった。いや、これほんとさ、難しいよね。ガラティアはね、僕もその実装当初は結構練習して使ってたんですけど、なかなかあんまり使わなくなっちゃってね、すごい難しい。さあ、ここはちょっとうまく決めたい。ただいい救助決められちゃったか。くぅ、いやー、やられましたね。こういう救助されちゃうとね、本当に辛い。やっぱりさ、どんどんダメージ与えてガラティアは存在感貯めていきたいじゃないですか。いやー、ちょっときついなー。存在感欲しいな、ここ。殴らせてくれ。いや、ダメか。うわー、しかも、うわー、時間稼がれる。いや、うまいな、この時間の稼ぎ方。やるね。まあ、ただ、ここはさすがに僕も、さすがに踏みませんよ、それは。さあ、まずは、釣って。さあ、この、指名手配が助かるね。さあ、ポスト前に完璧に投げたい。ふい。あ、ちょっと行き過ぎた。だけどね、ここ届くんですよ、ギリ。届くから、狙って、はい、当たった、よっしゃ。でかい。今油断してたでしょ、ポストマン、絶対。今当たんないって思ったでし
いけー。さあ、ここも当たったね、0.5。あとは0.5当てれば、当てれば、給食りだ。当てろ、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 当たれ、当たれ、当たれ、当たらないか。ふぅ。いやー、この傭兵さんにまでさっきから神キューズされちゃうな。まあ、ただダブルダウン取れたね。で、ここ絶対にジェットコースターには行かせたくないんで、ジェットコースターに行かれないような、ちょっと、追い方をしようか。マジで頼む、ダウン取らせてくれ。頼む、頼む、頼む。頼む、ダウンを取らせてくれ。よし、普通に殴ろう。よし、オッケー。まだ上がんないよね。よし、よし、よし、オッケー。これでなんとか一人旅。さあ、素晴らしいですね。ほい。オッケー。さあ、次に、傭兵を釣っていきましょう。で、新しい携帯品なんですけどね。まあ、その新シーズンが来たら、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、この動画化というかね、まあ、皆さんにどんどん見せていけたらいいなというふうに思っております。本当にね、楽しみ。で、僕自身もこのランク E4 の確定枠っていうのがあって、それがね、あとちょっとなんですよ。あと13回ぐらいランク E4 を回したらちょっと SSR 以上確定なんで、だからね、結構早めにゲットできるかもしれないです。本当楽しみ。さあ、ここ一発当てて、素晴らしい。さあ、もう一発当てよう、もう一発当てよう。よし、オッケー、二発入った。強すぎる、救助がね。うわー、ガラティア、さすがだ。やっぱり君はすごいわ。弱体化を受けてもなおこの強さ。いや、強いよ。本当にこの石像がパンパンって、連続で当たった時気持ちよすぎますね。最高だ。で、ポストマン救助来たけど、これあと 0.5 当たれば救助がり。オッケー、当たった。よし、救助がり。完璧すぎる。はい、ということで本日はご視聴いただきましてありがとうございました。新シーズンね、みんなで楽しんでいきましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。